米国ニューヨーク州での音楽の授業風景。音楽は学校教育における教科の一つ。日本の高等学校においては、普通教育に関する各教科としての芸術と専門教育に関する各教科としての音楽に分かれている。本項目では、主として現在の日本の学校教育における音楽について取り扱う。関連する理論、実践。 歴史などについては音楽教育を参照。教科としての音楽は小学校、中学校及び特別支援学校の小学部、中学部では週1から2時間程度の必修科目として位置、続けられている。その目的は音楽的な技能の習得そのものに加え、音楽を愛好する心情を育てる、音楽に対する感性を育てる、豊かな情操を養うなど、 形式等や的な側面が含まれている。高等学校でも目的そのものは、おおむね同じであるが、芸術科の一科目、または専門科目として位置づけられ、すべての生徒が履修する科目ではなくなる。学校内での校舎、教室の配置において、音楽室が最上階の隅や特別教室棟もしくは別棟などに設置されていることが多い理由は、 他の授業の妨げにならないことが配慮されているためである。基本的には表現と鑑賞の二領域が学習指導要領で定められている。前者は教科書などを使った歌唱指導、リコーダー、鍵盤ハーモニカなどの器学指導、作曲、即興表現などの創作指導、それらを補完するため、初歩的な楽天の指導などが行われる。校舎は、 CD や DVD を用いた鑑賞から実際の演奏を聴くことに範囲が及ぶ。表現と鑑賞が同時進行で行われることもある。日本の学校教育においては、高等学校以降の専門の授業を除き、楽譜の読み書き、発声、演奏法などの習得はこれらの活動の手段として学習する。小学校、音楽中学校、音楽高等学校普通教科、 芸術高等学校においては、普通教科としての芸術に属する科目として、音楽1、音楽2及び音楽3が設定されている。高等学校においては、普通教科としての芸術とは別に、専門教科としての音楽が設定されている。専門教科としての音楽は、主に音楽に関する学科において履修されている。専門教科では、 音楽理論、音楽史演奏法、調律など、かなり高度な内容を学習する。その水準の高さは、他の専門教科よりも高いと言われる。音楽高等学校も参照。音楽に関する学科、音楽に関する学科は、高等学校設置基準に規定されている。専門教育を主とする学科の一類形。専門教科、音楽に属する科目のうち、音楽理論。 音楽史、演奏法、ソルフェージュ及び器楽の一部が高等学校学習指導要領により原則、履修科目として指定されている。基本的に入試科目となることはない。ただし、公立高校入試の場合、美術、保健体育、技術、家庭とともに内申点の比重がやや高くなる。また、音楽を専門的に学ぶ学校に進学する場合、 かなり高度な知識、技術が要求される。ありがとうございます。